いやすごいですね。電車がいなくなった途端この暗さですよ。星が見えます。動画で線の普通列車に乗りまして鳴門駅に到着いたしました。この鳴門駅から乗りますのは総武本線の普通列車。座るのはもちろんボックスシートです。鳴門駅を発車いたしました。今回の目的地は秘境駅の南酒水駅です。南酒水へはここから30分かかるので、まあ20分くらいですね。南酒水駅に到着。この駅で降りたのは私だけでした。しばらくすると特急しおさい号がやってきました。千葉県の銚子駅と東京駅を結んでいるこの総武本線全区間を走る特急列車です。通過の速度はかなり遅いです。255系という電車が使われています。いよいよ下り電車も発車してしまい、この駅には私だけになってしまいました。いやすごいですね。電車がいなくなった途端この暗さですよ。星が見えます。この駅は桜駅の隣なので結構街に近いんですが、この秘境度ですよ。でさっきみたいに特急列車は通過することは確かなんですが、停車しないはずなんですけれども、特急の停車位置のシールが貼ってあります。天下の総武本線ですので、このように IC カードは利用することができます。東京駅から990円ですね。近いということはわかると思います。乗車駅証明書発行機ももちろんあります。とても小さな駅舎です。この駅舎の前には立派なロータリーがありますけれども、交通量は極めて少なく車は全くいません。桜市のコミュニティバスのバス停がありました。南酒水駅というバス停、本数としては2時間に1本ほどですね。最近どんどん数が減ってきております。公衆電話もちゃんと駅前にあります。列車の本数は1時間に4本、めちゃくちゃ多いですね。駅舎からホームに行くにはこの歩道橋を上がってこう行くわけですね。駅舎にはちゃんとトイレも備え付けられております。ホームは非常に長く10両分くらい止まれそうです。11両かな。ホームの長さの問題で南酒水駅には長くて8両編成の列車までしか停車することができません。そのため総武快速線と横須賀線に直通する15両編成の電車もここを通ることには通るんですが通過します。またこの南酒水駅、2006年度の1日平均乗車人員はなんと208人だそうです。普通秘境駅は10人くらい乗車すれば多い方ですが、この駅は200人近くもの人が1日に乗車しているんですね。この駅接近放送はなりませんので乗り遅れないようにご注意ください。しかしここに発車メロディーのスイッチがありますから、プル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 という発車メロディーが鳴ります。で今気づきましたけれども、モニターがあるんですね。このようにモニターのある秘境駅はなかなか珍しいですよ。さすが総武本線という感じです。